池添健一は、日本中央競馬会立党所属の騎手である。竹豊に憧れて、競馬学校騎手家庭に入学。初騎乗は1998年3月1日、阪神競馬第2競争のナチュラルカラーで、12頭立ての6着だった。同年1998年3月14日の中京競馬第1競争でた安ソシアルに騎乗し、初勝利を挙げた。 また、小倉競馬場の改修工事により、阪神競馬場で開催された北九州記念を、東昇リオンで制し、デビュー1年目での重賞初勝利となった。同年は38勝を挙げ、JRA 賞最多勝利新人騎士を受賞した。2001年7月13日、ドービル競馬場、第4レースのハターリーで海外初騎乗を果たした。このレースは、竹豊が、 起乗予定であったが、前のレースで落馬負傷したため、観戦に来ていた池添に急遽起乗依頼があったもので、起乗準備をしていなかった池添は、ブヤ・オリビエ・ペリエからバグを借りて、レースに臨んだ。2002年4月7日、大賀賞で、アローキャリーに起乗、初の GI 勝利を挙げた。また、ミルコ・デムーロに誘われ、イタリア戦ギニーに参戦。デムーロは、複数のお手場を抱えており、 池添はそのうちの一頭に起乗。二十頭立ての十八番人気ながら勝利したデムーロの二着に入った。二千三年はデュランダルでスプリンターズステークスマイルチャンピオンシップで勝利し、二千四年は同馬でマイルチャンピオンシップの連覇を達成。同年にはスイープ投賞で秋華賞も勝利した。スイープ投賞に手こずったというエピソードが数多くあり、二〇五年の 天皇賞では、本馬場,場入場時に、同馬が全く動こうとせず、回収馬を中止して、係員がスタート地点まで引っ張っていき、池添がこれを追いかけていくという陳事もあった。同馬では2005年の宝塚記念、エリザベス女王杯も制している。2007年9月9日に史上73人目となる JRA 通算500勝を達成した。 また、同年12月2日の第59回半身ジュベナイルフィリーズをトールポピーで制した。2008年5月25日、優秀品馬をトールポピーで制覇し、自身9度目の GI 勝利を収めた。しかしこのレースでは、最後の直線走路で急に内側に車行し、走行妨害に至らない危険起乗をしたものとして、 開催二日間の起場停止処分を JRA 最低委員会より受けた。当人は束に影響を与えたことに気づいていなかった様子で、勝利機種インタビューでは他の馬に迷惑をかけてしまってと青ざめた表情で話していた。2009年12月27日第54回有馬記念をドリームジャーニーで制覇。同年の六月十八日に開催された。 宝塚記念も、道馬で制覇しているため、自身初となる、春秋グランプリ制覇も成し遂げた。2011年4月24日、オルフェーブルに騎乗視察気象で優勝。初のボバクラシック競争制覇となった。同年5月29日には、オルフェーブルで日本ダービー優勝、ボバクラシック2巻を達成し、デビュー14年目、7度目の挑戦で、 ダービージョッキーの座についた。同年10月2日、カレンちゃんでスプリンターズステークス優勝。同馬を重賞4連勝で GI 制覇に導くとともに、自身初となる3週連続重賞制覇を達成した。また、同日、同年の札幌開催全日程が終了し、初の札幌リーディングを獲得した。同年10月23日、 単勝オッズ1.4倍の圧倒的人気を背負ったオルフェーブルで喫下賞も制しボバクラシック3冠を達成。オルフェーブルを史上7投目の3冠前と導いた。これにより史上最年少3冠ジョッキーとなったが、ゴール後、同馬が外拉致に向かって一掃し振り落とされるという陳事もあった。この喫下賞制覇をもって史上6人目となる5大クラシック。 競争完全制覇の偉業達成となった。同年11月20日、英進アポロンでマイルチャンピオンシップに出走。同馬に騎乗予定だった田辺博信騎手の騎乗停止に伴い、前年の札ツ賞以来のコンビ結成となったが、好意につけ流れに乗ると戦闘で駆け抜けた。同年12月25日、6年ぶりのクリスマスグランプリとなった有馬記念をファン投票に、 単勝一番人気のオルフェーブルで制覇。成田ブライアン以来17年ぶりとなる3歳4冠を達成した。この勝利により年間 GI6 勝目10勝14勝目を飾り最高の形で飛躍の年を締めくくった。2012年1月5日から6日にかけてドバイの名団競馬場で行われた名団マスターズ国際騎手チャンピオンシップに参戦。第二戦である6日の 第3レースでは、ストリートアクトに騎場し、海外初勝利及び、当年の初勝利を挙げた。同年3月25日、カレンちゃんで、高松の宮記念に出走。直線で早々と抜け出して押し切る快勝で、史上2投目の秋春、スプリント GI 連覇を達成した。同年6月24日、宝塚記念を、オルフェーブルで優勝し、同馬での五換制覇となった。 同年のサマージョッキーズシリーズでは 42P を獲得し、同シリーズの自身初優勝を飾った。2013年4月7日から6月10日の2ヶ月間、外戦門賞でオルフェーブルの起乗依頼をもらうため、フランスへ遠征。しかし、2013年の外戦門賞にも前年に、引き続きクリストフスミヨンがオルフェーブルに起乗することが決定し、予定の日付より早く帰国した。 凱旋門賞ではオルフェーブルへの起乗はならなかった池添だが引退レースとなる有馬記念での起乗が決まった。同年12月22日、本番では一番人気に支持され、12万人を超えるファンが見守る中、3コーナー過ぎからスパートをかけ、八馬審査の圧勝でオルフェーブルとの最後のレースで期待に応えた。2014年は一転して、重賞レース未勝利に終わり、 2000年から続いていた連続重賞勝利が14年で途切れることになった。同年12月14日のロンジン・香港バーズではカレン・ミロティックに騎乗5着だった。2015年3月7日、チューリップ賞でクルミナルに騎乗し、史上29人目の JRA 通算1万回騎乗を達成した。同年11月29日、ジャパンカップに湘南パンドラで出走。 前走4着に敗れた天皇賞と同じ7枠15番となったが、最後の直線で抜け出した3頭の叩き合いを首差で制し、2012年にオルフェーブルで花差2着だった胸を晴らした。2016年5月22日、優秀品馬にシンハライトで出走し、直線でバグを塗って抜け出し同レース2勝目を挙げた。同年七月十四日、函館開催全日程が終了し、 初の箱館リーディングに輝いた。同年8月6日、イギリスのアスコット競馬場で行われたシャーガーカップに、世界選抜チームの一員として初出場。レースでの勝利はならなかったが、起乗したコレース中3レースでポイントを獲得し、個人成績第3位となり、チームの優勝に貢献した。同年12月4日、タンザナイトステークスで、サンライズメジャーに起乗し一着となり、 史上33人目の JRA 通算戦勝を達成した。2017年4月9日に行われた大賀賞で例のミノルに起乗。直線に入って戦闘に立つとそのまま押し切り、15年ぶりの同列制覇となった。2018年は初頭から距離拠点を見本に移し、活動を開始させた。同年12月23日、 有馬記念にブラストワンピースで出走。スタートしてから中段外目に位置取ると最後の直線で後続の追撃を首差でしのぎ、歴代単独最多となる同レース4勝目を挙げるとともに、自身初の関東場での GI 制覇となった。2019年11月17日、マイルチャンピオンシップにインディチャンプで出走。当初、 本レースには騎乗予定がなかったが、同馬に騎乗予定だった福永祐一騎手が、騎乗停止処分を受けたため、騎乗依頼が来たものである。レースでは、道中を、行位5番手で進め、直線に入っても馬なりのまま外の馬に馬体を合わせ、残り1波論で後続を突き放し、2020年6月7日、安田記念でグランアレグリアに騎乗。 参コーナー手前で前を走る馬が蹴り上げた芝の塊が右目付近を直撃し脳震盪を起こしかけるアクシデントがありながらも直線早めに仕掛けて後続との差を広げ同レース初勝利を挙げた。同年11月15日福島記念をバイオスパークで勝利。史上6人目の JRA 全10馬重賞制覇を達成した。 2021年3月21日、スプリングステークスで弟、池添学長調教師が管理するビクティファルスに起場し、優勝。騎手と調教師の兄弟による重症制覇は、グレード制導入後発の快挙となった。父は JRA の元騎手で、現調教師の池添カネオ。父は騎手時代に障害競争を中心に起場し、 重症も制するなど、障害の名手の一人であった。弟は JRA 調教師の池添学ぶ妹は自身のバレットを務めている。妻はタレントの堀あかり。2008年11月に結婚。ありがとうございます。